4番目の、サトルさんの得意なことは何でしょうかというのを、サトルさん以外のスタッフは何と答えたでしょうか。これもジャッジもヒントも竹島さんに、はい、お任せします。これはもう当たるでしょう。もう料理しかない。料理でしょう。僕正ら。解です。ですよね、もう。5人、あ、5人か。5人いらっしゃいます。1、2、3、あ、そうやな。1、2、3、あ、そうやな。5人、うん。5人。7人中5人や5人。な。うん。で、あとは、そうですね。サトルさん自身も、これ得意やねんって言って、はい、私たちにも、その得意なのを見せていただいたこともあるのが一人、書かれています。二 層だ。あ、わはかりい。ましたよ。はわかりい。ました。絵を描く。え、なんで？絵を 描違く。う？はい。それに、いや、全然違う。いや、全然違う。絵を描くは、ないです、ないです。誰もそんな、サトルさんが絵を描くことが得意とは思ってません。見せたことある。なんだろう。イベントごとで、その得意なの料理以外はもう二人ね、全く同じものを答えてる人おるよ。で、俺もを。それは確かに思うし、だからちょっと俺は言い方を変えたけど、みたいな。なんやろう。このあたりよね。これでも、こんなん出そうやんな、簡単。料理はもちろんそうやけど、料理以外も。イベントで？え、ほんまに分からへん？なんか、それちょっととぼけとんちゃう？いや、ほんまに、なんやろう。なんか言う恥ずかしいしな。出てきとうけど。そう、これがいい。いや、出てきてて。いいや、別に。あ、多分、分からん。何が出てきてんの、逆に。得意なこいや、と。イベントって言ったから、言ってみ。歌う？違う、でもまあまあまあ、語尾はしっかり言えへんから、気は。歌うこと、歌う。どこで関西人っ ていなんうとかころ急にもあ赤るくかなってな。きたね。関西人っていうところがちょっと、見え関隠れ西人。するような得意なことです。あ。関西人、そういうといけるやん。関西人。親父ギャグ。まあ、いいんじゃない？いや、もうジャッジもう、はいいです。はい、先に歌う。親父ギャグ、ダジャレというところで、はい、答えていただいてよかったです。一つありましたね。じゃあ、あとは、はい、もう紹介してください。はい。今さっきのね、お笑いっていうとコメころントがで、俺見えモた。ノマネっていうのがあったんですよ。モノマネっていうのが2名いらっしゃって、はい。そうですよ、佐藤さん。モノマネですよ、モノマネ。モ何ノがマネです歌や？ね。歌は知らんがな。歌うまいですよ。あ、ほんま。知らんわ。っていうとこころれ、小池で。さんが書いたね、多分。モノマネああ、やもん、まあ。いろんな。書いてはなかったけど、似てないモノマネやん。でも、めっちゃ地味なやつ似てるんですよね。誰誰、何のモノマネ？誰とかじゃなくて、メールの送信音とか。え、何それ知らん。ちょっとやってよ、やってよ。メールの送信音。めっちゃ耳澄ましとかんといえ、けない。じゃあちょっと今、ちょっとみんな黙るから、佐藤さん準備できたら言って、メールの送信音。マイク近づけてくだ LINE でさい。すよね。LINE あ、の。LINE か。うん。送るときでも。3、2、1。あかん、マイク。マイク、マイ聞ク。こえへん、聞こえへん。もう一回、もう一回。え、今やっマイたん？ク近くに。もう一回行くで。はい。OK。準備。3、2、1。聞こえへん、無理、無理。地味に。これ、どうなん本やろ。気よ俺とらではは面無理白でいけど、す。見てる人が面白いかどうかちょっとわからへんけど、はい。ほんま、リアルで聞いたらめちゃくちゃ似てるんそでうすなんですよ。ね。じゃあ、ぜひ、サトルさんと、これね、ちょっと最初にはお伝えしませんでしたが、
就労移行とか生活訓練とかサービス受けたいなという方は問い合わせもいただきたいんで、サトルさんのさっきのね、LINE の何送信音を リアルで聞きたい方は、ぜひ神戸三宮にお問い合わせいただけたらなと思います。はい、で、あとそうそう。